この時キャーを見るときは部屋を暗くして画面へ近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりましたゲーム大冒険です。ってなわけでね、今回もゴジラの VS の実況やっていきたいと思います。んージュビーはーい、おお、いい挨拶ありがとう、ありがとうございます。みんなリスナーさんだね、よかったよかったぜ。オッケー。ね、結構ね、俺、ゲリラ放送というか、別に、なんだろう、この頃、ツイッターで報告はしてないんだけど、それでもこうやって集まってくれる、このリスナーさんたちがもう、とてもね、僕には嬉しいんですよ。はい。で、こっちのアングルでやっちゃうと多分、三色キルが見えなくなってしまうので、こっちアングルでこうね。うわ、すげえ。やべ、なんだこれ。これもうちょいこっちじゃないか。こうだよな。お、下がったぞ。どうした大丈夫か、いいのか。あ、真ん中に入りたいと。真ん中に入りたいと。おいおいおい。オッケーオッケー。かっこよく取れるかな。いきます。ちょっと難しいなって。あれ、てか鼻でお前見えてねえ。どうしよう。こんなもんか。難しい。これいいでしょ、今のでしょ。なんならここら辺かな、ここかな。お、いいじゃんいいじゃん、ありがとうございます。うまく撮れました。多分サムネにそのうちなってると思います。どーん。よっ、なんだ、まだ撮りたいのか。おいしょ。あ、今度は俺が真ん中ってことありがとうございます。いくぞー。お、そんなに離れるのってことは、三角の強攻撃やるのね。ミサイルでしたー映ってなーいオッケー、いくよー。せーの。おー、いいじゃん、すごくええやん、ありがとうございます。いやーね、まあ、ゴジラVSの実況はね、やっぱこうやってみんなで一緒に、まず写真撮影から入るんですけれども、俺だけが喜んでるわけじゃないと思うんだ。他の人もやっぱりね、あーかっこいいって思ってくれてると思う。どうした、まだ物足りない。どうしたのあー、何何、あ、翼が入りましたみたいな。待って待って。やばくねおー、やばい、かっこいいやば、うおー、これまた不思議な光景、やば。いいんだよ、もういいんだよなんなら一緒に浮遊する。おいダジーン。そろそろやりますか。お掴んでいい掴んでいいかしら、この子ああ、ごめん、押しちゃった一番平和な解決方法やっちゃったさてやりますか。お、やりたいね、一緒にね。今のだ、分かってくれたから。一緒に飛ぼう。行くよ。せーの。ほい。ダメか。よし、じゃあやりますか。ほい。OK、もらった。はい。あぶねえってあの野郎あの野郎こう、だからわざわざ離れてくれたんだろうね。いい返しの合図だ。あぶねえ
おーっとやるじゃないか、この野郎。おおなんだ、出来心ってか、出来心ってかおい、やろうぜ。茶番はこのくらいにしておこうじゃないか。ほい、ほい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 、おっ、にょよよよよい、よよいのよい、おっおっおっほっおっ、まずい、おおおおおお、なんか上に何かいたぞ上に何かいたぞ。おお、羽が邪魔で見えねえ。ほーい、おお、入れ替わり。ここちょっと真ん中をよろしくないね真ん中よろしくないね。おお、なんでカーブして俺にミサイルが。おおおおおおよく来るねで、シンって言うんじゃなくてユートって呼んでくださいって言ったからユートって呼びます。よいしょ。まあよかったらね、僕のことをこう呼んでくださいっていうなんかリクエストあればね、僕一応ちゃんとコメントを見てますんで、よければ言ってくれれば全然そうやって呼びますんでね、なんかリクエストあればどんどん言っちゃってください。ちなみに何、何分何秒に出てきた A の新ユートですって言って、できればユートって呼んでくださいみたいな、そんな感じだったら結構わかりやすいんでやってください。あぶね、ほっ、よいしょ、おっと、ここ、よーし、いい感じに入ったよ届かない、おっ、さあどうくる、おっ、明確にまだ慣れてないのかな、ほっ、よっ、難しいいいステップかますね。メカキ向いたら何やってんねんって話だよ。ああ、やるじゃないか。ほうほう。まあ A のメカキがねもう半分くらいで食らっちゃってるんで、ちょっと一回ユートのこと狙うぜ。大丈夫かい？ほい。おお、避けたかったんだろうけど、ごめん、顔3つあるんだ。おお、あ、やべ、やっちまった。無駄遣いしちゃった。飛びしかけた、ほい。おお、それ意外とね、痛くないと思って食らってるとそのうち結構なダメージになってくるからね。塵も積もれば大和なでしこっていうからね。うん、よいしょよいしょ。あとあれだね、県の大冒険ショッピングでは結構ね、いい感じに評判良かったね。あと見てください、このゴジラってなんと今なら2体お付けして2980円、2000円切ってますとか言ってあれまあ意外と好評だったんで、まあまた今度やりますわなんなら次やるかね。でもあれやっぱ何、台本なんてそんなもんうちにはないからさ、あれ全部その場で考えて言ったことだからさ、結構そのままトークを続けるの辛かったよあのままトークを続けるのなかなか辛かったよ。あれ当たってねあれ当たってねあれ当たってね、しかも真ん中来ちゃったシューラーシュシュラーシュシュラーシュラドシュラバシュラバ
どっちだ ?B か D かどっちだこれわかんねえとか、俺小学校からやり直してこいだよ。ドジーン。お今だ隙を逃さない。てか意外とみんないい感じだね。おー、タックルから入るか。おー、そりゃさすがに防ぎます。痛いからね。ほい。左に当たれ。おー、あれはきついんじゃない？言うとうまいからな、普通にな。なんなら確か前一回嵐さんと来た時、あれだよね、助けてくれたよね。掴んでいい？おー、避けた！うまくない？今の。すごくうまい。すごかったね、今。おーおー、高いだな、ずいぶん。ギネス記録更新したんじゃないかってくらい高い高いだな。世界のギネス記録の高い高いだな、今。おー。おー、ちゃんと守りも硬い。おー。だがもうないんじゃないか。超やられてる、超やられてる。あ、あれ終わった後さ、俺もつかめんじゃない。さすがに怒った。ですよね、ですよね。いて、すいませんでした。あっかん。おお、まさかメカキング以上に挟まれるとはこの三足切れも思ってねえだろうな。おぉすごい状況。よいしょ。おぉ、なんとか抜け出しましたね。ほい。おぉ。てか、俺が一番食らってんじゃん。なんだかんだ。あの、ギネス記録の高い高いされたから結構食らっちゃったんだね。さあ、どっちに行こうか。さあ、どっちに行こうか。おぉ、なんだ、やるか。おぉ、見えてるぞ、ほら。見えてるぞ貴様。危ない危ない、あいつあいつ。おお、やろうぜ。なんだろ、肉弾戦だけでやろうぜ。伝わったかな。全然違えの飛んできたわ。今のメカキングドルのシンクロ率高すぎな。ほい、ほい。おっ、やれないね、分かってる。肉弾戦だ。ほっ、よっ。おお、さすがにきついかな。ほいほい、つかめ。ほっ、よっ、ほっ。横にいるのがすごいな、みんなの HP。 俺はちょっと今回肉弾戦でいこうかな。そこ、おー、いい避けだ。当たらない。てか羽でまず見えない。肉弾戦だって。貴様撃ったな。撃ったな。おいしょ。あえてここでほっ。怒られそう。おお、あ、死んじゃった。肉弾戦で行こうぜ、あれが。おおおお、どうしたどうした。なんだ？それは敵対心がない行動だな。どうした？なんか取りたいか。おま、おま、お前。ツーショット取るなんて贅沢な、お前。お前贅沢なやつめ。お前、生き残ったら、じゃあ、今度からツーショットする？いてえ。何事？危ない危ない危ない。よしよしよし。やり合おうじゃないか。気を取り直して。さあ、行こうか。ほい。
死ぬ、やべ、もう死ぬ、やべ、1ミリなんだけど、HP。あかんな。いや、まあ、これでひるんだろ、男じゃないな。ここで行かなきゃない。まずいな。うん。大丈夫。死亡フローがビンビンだ。うん。じゃ、あー見事に回収したぜ。俺ね、なんかね、彼女にも言われるんですよ。その死亡フラグを何立てて、え？何？何今の？踏まれた猫みたいなリアクションしたけど痛い。え？痛いね今のね。なんかそこでこけるの君は。ねえ。めっちゃ痛い。勢いよくこけたね。大丈夫？おう、本物の猫どうした？おちび。いや、俺のせいじゃないよ。君が勝手にこけたんだよ。めっちゃ痛い。なんなら俺そこに寝っ転がってなくてよかったよね。寝っ転がってて俺死んでたよね。全体重を持って肘で食らってたよね。実況中に何してんのよあなたは。ごめん。もういいんだよ。見てる人もびっくりだろうけど、まあ受けたと思うよ。お指が折れるかと思った。指折れた？折れてはいないと思う。よかったね。気持ち悪い。気持ち悪い。同じメンツじゃないか。てか同じメンツと当てるなんて珍しい。あ、さてと K の大冒険ベルに行きますか皆さんね。俺久々のスペコジっすよ。これ通れたっけスペコジで。あ、通れねー。これそのまま降りたらぶっ壊れちゃうパターンだね。あまあここはいいんだよ、ここはいいんだよ。ここからがダメなんだよ。よし、はい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 、久々のスペコジだぜ。三色キルに勝てる気なんてしないぜ。まったくダメだよ、壊しちゃう。おお、危ねえな、危ねえな。お、やっと到着。30秒の遅刻だ。どんだけ厳しいんだ。さあ、みんなで並んで。さあ、みんなで並んで。もっと詰めて。そう、もっと詰めて。ありがとうございます。いきます。あったまらなーい。おむけんか。はい、チーズ。あったまらなーい。あ、もうちょいさ。もうちょいでか。真ん中に寄ってくんだから。まあ、いいや。いきます。おー、なにその、やつ。離れたってことは、なんか攻撃モーションするってことだね。入らねー。端っこすぎるー。ちょっとカメラアングル考えよ。ちょっと、片方映ってねえよ。大丈夫？恥ずかしがりさんね、映したるわ。わー、すごい。惑星が部屋越えた惑星。すいません、ちょっといたことだけっす。おお、ない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 、おお、危ねえ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 。お前危ねえな。スペコジなんか上向いてるし、どうした？なんか上にあったの？はい、ズームイン。何今すごいかっこよかったんだけど。あ、いてー、ごめん、自分で壊しちゃった。やっちまったぜ。壊しちゃった、いてー。何してんだ大家さんみたいな。ねえ、すいませんね、すいませんね、県の大冒険ビル自分でぶっ壊しちゃったよ。ごめんなさい。ごめんなさい、二人で怒られちゃった。じゃあやりますか。ほっ、さてと戦いの始まりで、オッケー、ヘイ、ヘイユー、おっと、おっと、よし、まあこの時はあれですね、まあこのね、今街に2体さまよっている、これが私、K の大冒険のショッピングで新発売されたお掃除ロボット、その名も三色キルテクテク歩くよ3です。はい、
というわけでね、今回こちらの商品を紹介していきたいと思います。まあこの商品はですね、まあ立て続けにそのなんていうんですか、まあ前回に引き続きなんですけれども、まあ今回お掃除ロボットということで、まあ業者を使わずにこうやってお腹から電気を出したり、口から電気を出したり、背中からミサイルを出したりして、まあ人件費なく勝手に自動で、解体屋をしてくれるという機械です。はい。まあね、まあ別にビルだけでなく他のこともできます。例えばね、地球を侵略したい。うん、そんな時、一家に一台三式気流テクテク3号。いかがでしょうか。なんと今だったら30分以内にお電話していただいて、めちゃめちゃ笑いな。別に噛んでません。はい。30分以内にお電話いただいた方に、なんと限定で2台お付けして、お値段、なんと2000円切ってます。そう、前回に引き続き1980円、もう一度読ませてもらいます。1980円、2000円切ってます。30分以内にお電話いただいた方に、なんとこれからもっとサービスがあります。なんとゴジラのライバルである3本首の最初のキーワード、そのカタカナ一文字を言えた方のみ、なんとこの肩にあるこの LED がチカチカ光るこのスペースゴジラをお付けして、なんとお値段変わらずの1980万、いかがでしょうか。大の大冒険プレス、なんと進化しました。はい。お掃除ロボット三式テクテク歩くよ3号と、なんとこの LED で光るこのスペースゴジラをお付けして、しかも充電不要、なんと太陽光で光ります。以上。雑、締め方雑。フリーダイヤル528528、ゴジラゴジラまでお電話ください。ゴジラって528いくつ5、2、6、なんだろうね、わかんない。わかんない。この止まってるやつを、この止まってるやつを見てください。こちらの商品、このね、下から出るこのブースト、ライターに使います。はい、ライターに使いますが、まあ人間サイズで言うとこれ結構なかなかでかいので、あれですね、タバコをつける際には顔面やけどを注意してください。はい。使用上にはよく注意をね、して、使用上の注意をよくちゃんと読んで、使用してください。ちなみにこの三式気流はね、結構幅を取りますので、はい、うん。タバコ吸ってるね、君ね。掴む。はい、こうやってね、こうやってポッて投げると、はい、しっかりね、動きますんで、よかったらね、あなた方もね、困った時があったら三式気流投げてください。そしたらね、しっかり動きますんで、はい。じゃあそろそろ戦うか。そろそろ戦うか。テートルテーテートルテートルテーテートル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 え落とされちゃう、落とされちゃう、言ってないよねと落ち目に言っても、実況を見ている方には何も1ミリたりとも。あ、なるほどなるほど、任せて。表結晶ちっちゃ。表結晶ちっちゃ。あら、かっこいい。いや、どんどんズームする。もっとズームする。オーケー、素晴らしい。あー、すごい。カメラマン死んだわ。え、なに、はい、カメラマン2人目死亡。これから3度目の正直ということでね。もう一度。はい、カメラマン3人目が死亡しました。はい、4人目が死亡しました。はい、ありがとうございます。はい、3、4。はい、5、6。はい、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 はい。はい、はい、はい、はい。はい、剣の大冒険スタッフが、はい、これで10人死にました。カメラマン死亡です。おー。次。いや、このアングルって言ったって、羽も何もねえじゃねえかよ。羽も何も生えねえじゃねえかよ。戦うぞ。
そんなやがるなって。よし、オッケー、返事もらったぜ。てなわけで次は、あちらに許可を取る。よいしょ。どっこいしょ。はい、ありがとうございます。それでは戦いましょう。戦いましょう。まずは自分の陣地を作る。作る、くる、くる、くる。おい、飛んでけ。飛んでけ。避けない、避けない、避けない。俺の愛情ちゃんと受け取って、そんな、避けないでくれ。僕の愛情受け取ってくれよ。すべて避けられて振られたぜ。さあ、こっちの方は私の愛情を受け止めてくれるのか、いいなか。受け止めてくれると思う？無理。あ、違うことやってた。先読みしてこっちに打つが、誰もいない。むなしい。むなしいとか言わない。振られまくりじゃんだって。そうね。すごく愛情送ったんだけどな。これでもかってくらい送ったんだけどな。ないって。誰一人として一つも手にしてくれなかったね。なんなら全力で受けてたね。おっと危ない。綺麗じゃない？おお、なんだなんだ。おおおお、スペゴジーやばいからな、結構難しいんだよな。ほっ、痛い。でもこれがどんどん気持ちよくなっていくんだろうな。どう結構ごめん、君結構自由で痛ごめん。いいんだよ、いいんだよ、いいんだよ。イヤホンつけてる人は多分びっくりしただろうね。イヤホンつけてない人はほのぼの強いだろうね。痛え、痛えよ、痛い、痛い、痛いよ、助けて、痛い。おお、助けてくれた恩人に当たんない。ごめんなさい、すいません、 ごめんなさい、ほんとすいません、すいません、じゃあほんとすいません、ちょっとすいません、ほんとに本当にすいませんでした。と見せかけて攻撃をするがミスる。よし。よし。この調子で。おっと、すいませんでした。おっと、そんなもう、そんな僕にダイブするなんてもう、大胆なんだかな、まったく。いた、出てた、もう、すごい、なんだろう、なんかいじめられてる気がする気のせいかな。大丈夫かな。おお、危ない危ない危ない。なに、エアガンの打ち合いしてるの。ちゃんとゴーグルしなさいよ。わかった？俺ガスガン使って、友達に当てたら、あれよ。青タンになったからね。なんならガスガンでゼロ距離で撃ったら弾食い込んだからね。食い込むの？肌にね、うん。で、しかも、最悪なことに BB 弾割れてるからね。だって、めっちゃ奥まで入っちゃったよね。いた脳にリアルな話してんのって話だよね。すいませんでした。本当にしょ。シャー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 
い、ほいほい。痛い。はい、もう何もできない。痛い。ここ、スンってやったけど当たらない。バリア、エンガチョ。千切ったエンガチョ。痛い。ガード見てください、この LED。 まだ続けるんかってかな。すいませんでした。すいませんでした。ちょっとね、ちょっとこの頃自分でもハマってるんですよ。剣の大冒険ショッピング、ハマってる。自分にこういう風景流れ玉がすごい。もはやほっとかれてない。いや大丈夫大丈夫。ピーン。お、わーい。おお、地味に食らったね。うわーっしょい。スペゴジ難しい。ほ、飛ぶしかないもんね。さあどう攻めるか。ちょ、2連発。いやでも君は今ゲージがない。
ほい、出だしが遅れた。うん、わ、痛い。わちょう、わちょう。ふ、ふ、な、ちょ、ちょ、お、お、ほ、ほい。なんか、肉弾戦になりました。いただだだだだ。あれどうなるんだろう、ちょっと見届けようか。おお、同じ HP になった。見物ですね。なんで無駄にジャンプしちゃってんの、喜んでるの。じゃれてる、じゃれてる、うん、おすげえ生きてる、あの HP で生きてる、素晴らしい。次は私だ、次は私だ、こっち見て、こっち見て、お願い、お願い、これ、いったー。邪魔だみたいな。ほっ、おー、うまい、うまい、おいしい、歯ごたえ抜群。もう完全に邪魔だぐらい。あぶれあぶれ、おー、すげえ、あいつ生きてる。届くかな、おーすげー避けた。カメラちゃんとこっち向けてんな、あいつ。あ、ミスった、おしっこちゃーみたいな。おーすごい、ちゃんと耐えてる。あ、いやもう勝てる気しないよね。ギャオーン、ほっ、勇敢に立ち向かい、おお、Help me! Help me! Help me! これやる、当たんねえんじゃないか。せい、せい、無理ー。それ無理、ゲージ足りない。お、何？何？また勝ち残った人だけ何ツーショットできます的な？いいでしょう。なんだこのノリ、かっけー、かっけーべし。いてさあどうしよう、さあどうしよう。あこいつ動画的にはすごく面白い展開だけどね。はい、というわけでね、じゃあここら辺で締めたいと思います。2連続でね、同じリスナーさんと出会えて楽しかったです。というわけでここら辺に締めたいと思います。次回もお楽しみにしていてください。じゃあね、30分以内です、30分以内にお電話いただいた方限定なので、お早めに、なんと100体、いや100体ってなんだ、100体限定です。ポチッとな。